では比例代表民主党の政見放送です民主党代表鳩山幸夫さんです今度の衆議院選挙はまさに政権交代選挙です国民の10人に1人の年金がボロボロになっていたのに、うん、政府は誰一人責任を取りません母子家庭への給付を約2万円カットするそんな今の政府を信用できるかどうかを 問う選挙です日本の大掃除をみんなで一緒にやらなきゃいけないんじゃないんでしょうか同じ政権が長く続いた結果政策を官僚に丸投げする官僚任せの政治になってしまいましたそれを転換するには政権交代しかありません私たちが政権を取れば無駄な大型な公共事業こういったものは基本的にやめようと思っていますコンクリートの建物ではなくて、うん、人の命を大事にする政治 官僚任せではない国民が主役の政治中央集権ではなくて地域主権の社会そういう世の中に変わるのです,です、ね、私たちは少子高齢化特に少子化を何とかしなければならないと考えて子ども人当たり年間31万2000円を支給する子ども手当を創設をいたしますここは実質ただにいたします 大学は奨学金を大幅に拡充することで生まれ育った環境によって受けられる教育に差別が出てしまう問題これを解消しようとしていますまた年金制度を一元化して月額7万円の最低保障年金を実現して老後の安心を確立したいと考えています民主党は高齢者を差別する後期高齢者医療制度を廃止いたしますそして医師の数を 5割アップしてまず人の命を大事にする政治に変えていこうそう考えています農業の個別所得保障制度これを創設をいたします国の総予算207兆円を全面的に組み替えて税金の無駄遣いをそれから天下りも根絶をいたします民主党はまず無駄遣いをなくして税金を国民の手に取り戻すことからスタートいたします民主党の 鳩山幸男です私たちは皆さんと一緒に政権を取れば若い方々からお年寄りの皆様方にも政治が変わったね必ずそう言っていただけると信じています皆さんと一緒に歩んでいく政治を作り上げてまいります官僚の官僚による官僚のための政治をさようなら国民の皆さんの国民の皆さんによる 国民の皆さんのための政治を皆さんと一緒に作り上げていこうではありませんか古い政治には終止を打って国民の生活が第一の政治を実現するために皆様方の力をぜひお貸しください今度の衆議院選挙は政権交代選挙ですこれまでの政治を続けるのかそれとも新しい政治を始めるのかそれを 決定するのは有権者の皆様方の勇気ですぜひ一緒に政治を変えようではありませんか自由民主党の政見放送ですお話は自由民主党総裁麻生太郎政見選択とおっしゃる人がいますしかし政策の中身を確かめずに イメージで選ぶことは危険だと思います私が最も訴えたいのは責任力です政策には実現可能な裏付けと一貫性が必要です自民党にはそれをきちんとお示しし実現する力がある自民党と他の政党との違いそれは責任力です今回の総選挙は国民の皆様に各党の政策を比べ選んでもらう選挙です 私は経済対策この一点に全力を追い込んできました景気回復まで全治3年と申し上げました異例なことではありますが半年間に4度の予算編成を行いました異常な経済には異例な対応が必要です中小企業の資金繰り対策、地方への支援、低額給付金、高速道路の休日支援、エコカー、エコポイント支援などなどです これらの取り組みの結果株価など景気回復の兆しが見えてきましたしかしながらこれは数字の上での回復であって国民の皆様の暮らしの実感ではまだ回復していないと思います景気回復は道半ばですこれを本格的なものにしなければなりません行き過ぎた市場原理主義とは決別します改めるべきは改め 国民の暮らしを守ります私の目指す日本の福祉はバランスの取れた中福祉・中負担です中福祉でありながら低負担を続けることはできません経済が好転した後税制の抜本改革を行います役人の無駄遣いには一円たりとも使わせません国民の皆さんに対して耳の痛いことも言うそれが政治家の責任だと思っています 直接給付の場合にはもらった人が子どもの教育に使うかどうかは分かりません国民の皆様に納めていただいた税金を使うからには責任がありますまずは北朝鮮問題です北朝鮮は度重なるミサイルの発射を行い2度の核実験を強行しましたこれは明らかに日本にとって明白な脅威です また北朝鮮は日本人を拉致したことを認めていますそのような存在が日本の隣にあるんです日本が主導して北朝鮮への制裁するための国連決議が採択されましたこれにより各国が北朝鮮の船の貨物を検査することになりました日本でも法律の審議に応じない政党があり結局廃案になってしまいました この結果に一番喜んでいるのは北朝鮮ではないでしょうか自衛隊はテロ対策としてインド洋で関係国の艦船に燃料を補給していますしかしこれらにずっと反対しておきながら選挙が近づくと突然立場が不明確になってきた政党がありますそんな国の安全保障の根幹が ふらふらしている政党に日本の安全を守ることはできないと思いますみんな額に汗をして頑張って日本を世界第二の経済大国安全な国、超寿な国に作り上げたのです何が必要かそれを実現できるのはどの政党かこの夏は特別な夏です皆さんが真剣に日本を考える夏にしてください ご家族や友人の方などとぜひ話し合ってください皆さんが真剣に考えた結果をお待ちしています自由民主党の政見放送でした